皆様ようこそお越しくださいました。善喜と申します。今回ご紹介させていただきますのは、ことぶき屋さんから発売されております石劇殺虫ホイホイさんレガシーベスト X さん白夜バージョン&おぼろ映画デラックス可変セットになります。今回ご紹介するこのキットなんですけども、発売が2011年の8月、もう10年前ですね。10年前にすんごいも出てたんだなって改めて思いましたけども、今回のこのベスト X の白夜バージョンとかおぼろ映画っていうのは、ことぶき屋さんの商品サイトを拝見しますと、ホイホイさんレガシーに登場したわけではなくって、今回のキットのためだけに原案者の方にカラーリングを含めて情熱を注いでデザインしてもらったっていうことが書かれてました。そういった言葉を見るとちょっと期待してしまいますよね。で、ベスト X さんとかおぼろっていうのは過去に私のチャンネルの方でもご紹介させていただきました。ベスト X さんにつきましては、こういった投資のキャラクターですけども、かなりセクシーでしたし、おぼろの方もバイク状態から大鉄腕モードと変形をしてベスト X さんと合体できる、そういったギミックが最高でした。で、今回のキットはそういった特別仕様のベスト X さんとおぼろがセットになった豪華仕様となっております。早速ですけども、パッケージ正面がこんな感じで、白い服に変わったベスト X さん、これはこれでセクシーですよね。後ろにバイク、おぼろがドーンとあります。で、パッケージですけども、かなりでかいです。まあセット箱ですからね。で、側面の方がこんな感じになっておりまして、塗装済み完成品の写真。白い服のベスト X さんってのは結構斬新ですけども、このおぼろ映画がかなりごっつくなってるんですよね。で、ウェポンということで、下の方のヒゲンナイフハヤブサブレードはノーマルベスト X さんにやりましたけども、今回上の方、ミサゴシックル、こんな感じ、このキットで初めて知りましたけども、こんなのが付属します。で、こちらですね、コンビネーションということなんですけども、左側のおぼろメツヤっていうのが今回のキットで完成するもので、右側のおぼろ大混合っていうのが通常のおぼろと合体してこんな巨大なパワードスーツみたいになると、これがやってみたいんですよね。で、表情につきましては正面笑いフェイスと左目線と右目線。ただホイホイさんのキットはフェイスパーツとアイパーツが別々なので、ここでは正面プラス笑いフェイスになってますけども、右目線の笑いフェイスとかそういったこともできます。で、一番右足がいつものマルチカラーキット仕様ということで、素組みの写真。まあ、今回ベスト X さんとおぼろ両方あるんですけども、まあ、ちょっと形状違いますけど、横と見比べていただくと、やはりバイクのウィンカーみたいなところに相当するところにこのピンクの差し色がないなっていうのと、やはりベスト X さんについては今回白が基調となっているので目立たないんですけども、やっぱファスナー部分はシルバーで塗っておきたいなと、そんな感じですかね。で、側面がこんな感じになっておりまして、反対側がこちら、ホイホイサプラキットシリーズ好評発売中っていう CM というか広告と、あとは注意書きとかになっております。では中身の方もご紹介してまいりますが、まあ、いかんせんベスト X さんとおぼろ映画2個セットのキットなので分量が半端ないんですよね。で、それ中身についてはざーっと流しながらどうでもいい雑談でもしようかなと思っております。まずは説明書。まあ多分一番本来であればキットの下にあるんですけども、今回中古だったので上になってますけども、こういった紙類は後にしておきます。で、次にまたいきなりですが、デカールシール。まあ、こういったメーターのところは使いたいなと思っております。で、もう一個、かなりごっついデカールシールなんですけども、説明書前もって見たんですけども、一応貼る指示はあったんですが、これ全部貼ってしまうとかなりくどいような気がするので、使いたいところがあったら貼ろうかなと思っております。で、あと、キット類ですけども、こちら、ベストXさんの腕とかの部分ですかね。単純な白かと思ったんですけども、これ照明当ててお分かりいただけますかね。パールホワイトっぽいようなことになってます。結構綺麗ですよね。で、こういった美少女キットとかをいろいろ作っていくと、あ、このファスナーの部分を塗りたいと思っております。ネットでもそういった情報ばっかり調べてますので、いわゆる YouTube のおすすめ動画みたいに、単純に Google のページを開くだけでも、おすすめ記事みたいに出てきますよね。で、そんなのもあって、ことぶき屋さんだけじゃなくって、いろんなメーカーさんのこういったキットのことが、最新情報いろいろ拝見したり知ることができるんですけれども、ことぶき屋さんとかマックスファクトリーさんとかそういったところだけじゃなくって、バンダイさんの方でも結構今後美少女キットが出る予定があるんですよね。まあ見てて一番びっくりしたのが、ガールガンレディでしたっけ？4月から始まる実写ドラマの中に出てくる銃の模型と、あれはなんて言ったらいいのか、サポートのアンドロイドなんて詳しい設定までよく見てないんですけども、美少女のキットがセットになったり単体だったりで発売されますよね。デザイン見た時になんか色を塗って陣取り合戦するゲームに登場するキャラクターの八頭身バージョンかと思っちゃいましたけども。で、さらにそれだけではなくって、もう一個、どちらかというとそっちの方が驚いたのがあるんですけども、30ミニッツミッションの30ミニッツシスターとかっていうのが始まりますよね、新しいラインナップで。これびっくりしましたね。単純な30ミニッツミッションに出てくるロボットの女性型のロボットだけかと思ったんですけど、どうもそうではなくって、結構ゴリゴリな美少女キットが出てて、
バンダイさんもいよいよこの美少女キット界への本格参入って言っていいんでしょうか。美少女プラモ好きにしてみると嬉しいことではあるんですけれども、まあ他社さんとか、まあバンダイさんだとどうかわかんないんですけれども、販売開始即完売即転売ってことがならないように、そういったところの対策は練っていただければなというふうには思います。やっぱりどんな可愛いキットでも買えなかったら寂しいですからね。だからといって異常に高く転売されているものを買うのも非常に悔しいので、もうぶっちゃけ私だったら転売されているものしかないようであればいっそ買わないっていうふうには決めてますので、バンダイさんもそうですし、コトビカさんもいろいろ努力されてますけども、ちゃんと欲しい消費者のもとに叱るべきキットが購入できる状態になるように、いろいろ大変だと思いますけども、メーカーさんの方にも頑張っていただきたいなというふうに思っております。でこれが最後のキットですね。フェイスパーツとアイパーツ、こんな感じでフェイスパーツとアイパーツが別々なので、笑いフェイスと通常顔で目線の向きを変えることができます。でこの目線につきましても、この状態だと分かりにくいんですけども、おでこの部分ですね、これ正面の焦点ですね、こちらの方には左とかこういった文字がきちんと刻印されております。でキットは以上ですね。縦にミチッとした感じで積んでしまったんですけれども、全体としてこんな感じで、まあ、ボリュームはもうモリモリありますよね。そして最後、こちらが作り方の説明書。ベスト X さん白夜バージョン&おぼろ映画デラックス可変セット。こちらもパッケージのイラストと違って、塗装済み完成品を組み合わせて、暗闇の中を疾走するような、そんな感じの写真となっております。で、次のページ、1枚目開きますと、パーツリスト。まあ、2個分のキットってこともありましたので、相当な分量ですよね。で、次のページから作成が始まりまして、まずはベスト X さん白夜バージョンの組み立て。まあ、これなんですけど、多分色が違うっていうだけで、ベスト X さんについてはほぼ組み立て方というのは通常版のベスト X さんと全く同じなんですよね。でここにハヤブサブレードとかヒエンナイフの作り方で、次のページで全体を連結させてベスト X さん白夜バージョンの完成で、武器の装着とかヒトインパーツの交換方法で、その下からおぼろ映画の組み立てとなっております。でおぼろ映画なんですけども、基本的なこのバイクのメインとなる部分の構造もノーマルのおぼろと同じなので、このタイヤの部分のこのギミックとかで、こんな感じでタイヤを作れていって、これカール分ですかね、くっつけて。で、こちら側の方でこの、まあ、ライダーズシートってとこでしょうか。とか、こんな感じで組み合わせていって。で、この部分ですね、今回、ノーマルのボルトの一番の違いは、結構ごっついなんかジェットエンジンのようなブーステーのがついてましたので、そういったものを作っていって、で、こちらの方でこの巨大なブースターパーツをここにくっつけて、で車輪と連結させて、これごっついですね。このイラストで見てもすごいごっついなと思います。で、全体を連結させて、で、ただ、おぼろについては、ここで完成っていうところがないんですよね、この説明書の中で。多分、このあたりで完成してることになっていると思います。この忍びドライバーの取り付けとかあって、ここでもうすでに、ベスト X の乗せ方ってことになってますので。で、この、ミサゴシックル、すんごい難しい感じですけども、の持たせ方とか、おぼろ滅合の変形、ここからも変形になってますね。で、ここで、このブーストの部分も上げてみたり、車輪部分の角度を変えたり、こんな感じで、基本的な構造、ギミック同じなんですけども、下にまっすぐこう足みたいに反れることによって、脚部パーツになるってことですね。で、こんな感じで、ここの部分にベスト X を乗せて、完成。これがおぼろ滅夜。読み方合ってますかね？ですね。で、次のページで、今度は、おぼろ大根号への変形ということで、まずこれ滅夜の状態から、脚部分からこのパーツを外して、この部分とか角度を変えていって、で、ここで、おぼろ別売りの大鉄腕モードをここに合体させて、ここにベスト X さんを乗せることによって、おぼろ大根号が完成。で、この次のページのところに、おぼろ滅夜大根号についてということで、上に書いてある文章、2行目ですね。下図のように、砲塔の左右を入れ替えたり、上半身、下半身を入れ替えて組み立てることも可能ですということなので、まあ、そうは言っても今回は、この説明書通りの方法で、上側をおぼろ、下側をおぼろ映画というふうにやっていきたいと思います。で、おぼろ映画側を上半身するときには、こういった同梱されてましたハンドパーツ。これ通常おぼろ版と同じですね。そういったものを作ってくださいと書かれております。で、次のページが、デカールガイド&貼り方ということなんですが、まあ、この胴体部分について、なんかこんなに貼ってしまうと特攻服にしか見えないので、基本、ベスト X さん本体については、このガイドを見る範囲で言いますと、もう貼らずに行こうかなと思っております。で、おぼろ側なんですけども、まあ、ベスト X さんに比べれば少ないとはいえ、とりあえず確実に貼ろうと思っているのがここの、メーター周りですね。あとそれ以外について、まあ、やっぱこっちも貼らずに行こうかなというふうに思っております。で最後のページがカラーガイドですね。こんな感じで、まあ、ベスト X さんについてこのファスナーの部分をシルバーで塗りたいなっていうのと、おぼろについては結構このガンメタっぽいパーツも陰影というか色が違うんですけども、まあ、墨入れぐらいにして、でこのバッティングのところは別パーツだったので、
そのぐらいで、あとはここのピンクのとこですね、ここが濡れたらなっていうぐらいでやっていきたいと思います。で、こちらのウェポン類ですが、かなり鮮やかな指定色になってますけども、すいません。このウェポンについても今回成型色のままでいきたいと思います。多分ここのバッテンも多分パーツで分かれてたので、そういったところでなんとかなるかなって勝手に思っております。説明書は、こんな感じですね。かなりの大ボリュームでした。では、早速作成して、完成品の状態ご覧いただきたいと思います。何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介してまいります。まずは手前に置いてますごちゃごちゃした付属品や交換パーツの先にご紹介してまいります。まずはベスト X さん白夜バージョンの方ですけども、まずはハンドパーツ、今本体についてますのがグッと握った握り手で、こちらが交換用のハンドパーツ、武器持ち手ですね。ここの部分についてあらかじめ塗装されてたものになります。左右1つ付属します。続きましてフェイスパーツといいますか、アイパーツですね。今本体についてますのが通常顔の正面向きのもので、これがいわゆる笑いフェイスですね。ニカッとしております。で、こちらがアイパーツですけども、おでこのとこですね。こちら、ちょっと映りますかね。左と書かれてますので、これをはめますと、この左向きの表情をすることができます。同じくこちらが、こちらの方が右のものですね。フェイスパーツ2種類、アイパーツが3種類付属します。次に武装類ですけども、こちらがまず、はやぶさブレードですね。この状態では成型色のままですね。一応この中から抜刀することもできます。でも、投資の部分だけ分かりにくいんですけども、シルバーで塗装しました。で、このハヤブサブレードですけども、ここについてます。ピンのところで、腰の後ろのコートのところにピンがあるので、そこに固定することができます。で、このホルダーの部分につきましても、スライドさせることができますので、前であったり後ろであったり移動させることができます。続きまして、こちらが飛燕ナイフですね。まあ、基本的にこの辺の武装類につきましては、無印のベストエックスについてたものになります。こちらもここにピンがついてまして、腰の後ろにマウントできます。で、この飛燕ナイフにつきましても、それぞれ、両方とも、抜刀することができます。基本成型色なんですけども、この刃のところだけ銀色で塗装してあります。そしてこちらが今回のキットについてまず忍びドライバーというですね。忍びドライバーという名前が何を意味するものなのかよくわからないんですけども、ここにつきましては成型色だったんですけど、ここだけ金で塗装しました。で、これにつきましては、背中にマウントさせるときにはここの部分ですね、できるんですけども、それ以外にも、おぼろ三ツ矢とか大根号の時に接続するジョイントパーツも兼ねます。ここが USB の形状してますけども、両端の方にもこんな感じで側面についてたり、横についてたりします。これにつきまして後でご紹介します。おぼろ三ツ矢、おぼろ大根号の時に使用しますので、このまま脇に置いておきます。続きまして、こちらがまあハンドパーツですね。今回のキットでおぼろ三ツ矢をやるだけであれば使用はしないんですけれども、今回のこのおぼろ映画なんですけれども、単純にこの専用でこの形状が出来上がるわけではなくて、ちょっとついでに塗られていますけども、こちらが無印のおぼろですね。この状態として組み上げることもできます。特に後ろのこのエンジンブームの形状とか全く違うんですけども、こちらのパーツと同じものをこちらについております。ですので今回のキットがあれば、おぼろ三ツ矢だけではなくて、大鉄腕モードも再現することができます。で、このハンドパーツにつきましても、後ほど使いますので、実は、握り手のは残しておこうと思うんですけども、こちらが開き手ですね。手首がボールジョイントなだけじゃなくて、ここの部分にはこういった稼働させるジョイントがついております。で、こちらが握り手ですね。
で、後ほど使用するって聞いてうんと思われたかもしれませんが、まあそれについてもご説明しますが、まあ先に簡単に言ってしまいますと、今回のキットでおぼろ大混合をするときに説明書の手順でいきますと、今回のキットのおぼろ映画の方が下半身になりそうなんですが、実はこちらを上半身したのが結果バランスがいいので、結果としてこのハンドバズが必要になります。で、これも一旦このまま脇に置いておきます。では本体ベスト X300 夜バージョンですけれども、通常のベスト X さんのご紹介の時にお話したんですけども、ベスト X さんは後ろにコートだったり後頭部のロングヘアがついてたりするので非常にバランスが悪くてですね、今回どう頑張っても自立できなかったので、今ちょっと後ろに食玩ベースの台座を置いてちょっと立たせておきましたけども、改めましてこんな感じですね。腕とかボディもそうなんですけども、白いところは成型色なんですけど、パールカラーになってまで非常にキラッとして綺麗なんじゃないでしょうか。ちなみに通常のベスト X さんを横に並べますと、こんな感じですね。まあ当たり前ですが、造形デザインは変わってないんですけど、色の違いでかなり雰囲気違って見えるんじゃないでしょうか。皆さんどちらが好みですか。まあどちらにしましても、こういった 3.5 等身キャラにしては非常にセクシーな入れ立てじゃないでしょうか。で、改めまして、ベスト X さん、白夜バージョンですけれども、無印のベスト X さんとのおされになっちゃいますけど、上の方から順に傾くんでご紹介してまいります。まずは頭部、こんな感じですね。髪の毛につきましてはこの2本生えているアホ毛みたいなもの、ボールジョイントなのでぐりぐり動かすことができます。で、横の髪の毛につきましてはこの部分ですね、ここが真ん中のところで軸で接続されてますので、左右に展開させることができます。で、後ろにあるこの大きなポニーテールとかゆった髪の毛ですね、このクランク状のポリキャップで接続されてますので、大きく角度変えることができます。で、頭部につきましてはボールジョイント接続。とはいえ、やはりこのベスト X さんの場合、マフラー巻いてますので、可動の範囲はその範囲内で狭めっちゃ狭めですね。で、首丸のマフラーにつきましても、この前の部分につきましては上下に可動させることができます。避けておけばこの可愛らしい口元が見えますし、先ほどの笑いフェイスであればニヤッとした表情を外から見えるようにすることもできます。で、後ろの部分につきましても、ここの方に可動がありますので、大きく動かしたり、ぐるぐる回すことができます。で、肩、腕周りですけども、ちょっとこの状態だと見えにくいんですけども、肩につきましてはボールジョイント接続。多少こう前後にスイングさせることもできますし、横方向についても大きく動かすことができます。で、この部分にロールがあって向き変えれますし、肘につきましては関節1個ですけども90度以上曲げることができます。で、手首につきましてはポリキャップを使ったボールジョイント接続。ぐるぐる動きますし、この手首のこの部分ですね、このバッテン印、これは塗装済みのパーツだったんですけども、この部分が必ず手の甲に来るように、この手首パーツの内側に切り欠きがあって、そこにこのリング状のものがはまるようになってますので、こうぴったり合わせておけば手首の可動に合わせてこのリングが一緒に連動して動かすことができます。で、胴体周りですけど、まずこの白いコート部分ですね、上の部分につきましてはこの首の根元の下あたりに軸で接続されております。前後に動くだけじゃなくて左右に動かすことができます。で、側面のコートにつきましては脇の下にここの部分です、ボールジョイントで接続されております。ですのでグリグリ角度を変えることができます。で、こう USB のこの蓋がありますね。で、このペステックさん白夜バージョンの方ですけども、私の方で色を入れさせていただいたのが、まあ冒頭にお話したみたいにこのファスナーのところですね、シルバーで塗装しました。この真ん中のこのラインのところと、このベルトのバックみたいなところ、ここもシルバーで塗装しました。あとは成型色であったり、あらかじめ塗装されてたパーツ。まああらかじめ塗装されてたのはこの目もそうなんですけども、この手の甲のところのこのポチポチとか、ここのバッテン、足首のやつもそうですね。で、胴体の可動につきましては、ちょうどこのファスナーつまみになるところ、ここの胸部のところには一箇所ボールジョイント接続なんですけども、まあ、こちらについても動きの範囲としてはそんなに大きくないですし、ちょっと周りのコートがたくさんあって干渉するんですけども、こんな感じで少し可動させることができます。で、股関節足回りですけども、太ももにつきましてはボールジョイント接続。まあ、ちょっとこれもまた動かしにくいんですけども、前とか、後ろ、で横方向にも、まあ、こんな体型の割には大きく動きますよね。で、ここの色の変わっているところにロールがあって、膝についてはちょうど90度ぐらいで、足首はボールジョイント接続ですが、まあ前後の可動は合ってないぐらい小さくて、で、左右の傾きも小さいですけども、つま先が独立して結構大きく動けますので、結局後頭部の髪の毛とかこの着てる服の重さもありまして、まっすぐの状態で立たすのは非常に難しいベスト X さんなんですけども、つま先が可動する関係もありまして、足を前後に、先ほどもターンテーブルでご覧いただいたみたいに歩いている途中のポーズとかであればバッチリ自立して立たせて飾っておくことができます。まあ、白夜の名の通りというか、なんというか、この白が基調となったベスト X さんですけども、まあ、これもこれでやっぱり、まあベースの形状が変わってないのもあるんですけども、この頭身の裏にはかなりセクシーで可愛らしいキットじゃないでしょうか。特に普段見えたのはこの口元が、このチラッと見えた時のこのおちょぼ口っぽいのが非常に可愛らしく感じるんですよね。ベスト X さん白夜バージョンはこんな感じなんですけども、多分自立ができないのでまたこれを使って、一旦この2でも立てかけておきます。続きましてバイクのおぼろ映画がこちらなんですけども、まあ、改めましてもう一回ですね、横に無印のおぼろ並べますと、
こんな感じですね。私も作って改めて実感したんですけども、おぼろ映画ってかなりこの赤がはっきりしてて、結構こうやって並べてみると綺麗に見えるんですよね。ではおぼろ映画本体ですけれども、こんな感じで、まあこのなんていうんですかね、ブースターというかなんていうか、この後ろにごちゃっとしたものつきましたので、かなりのボリュームになっております。で、後ろだけではなくて前につきましても同じこんなキャノン砲みたいなのもついてますし、同じようなものが後輪側にもついてます。で、さらにこのちょうどエンジン丸ですね、ここの部分にこのステップのようなもの、これ後でご紹介しますけども、手持ちの武器にもなりますミサゴシックルですね、がここについております。改めましてこんな感じで、で、この状態で私の方で色を入れさせていただいたのが、この辺のこのシリンダーの部分のこのゴールドとかシルバー、あとはこのバッテンのマークですね、これ先ほどご覧いただきました忍びドライバー、こちらですね、と同じく成形色で色分けはされてたんですけども、まあ、このぐらいちょっと綺麗な色にしたいなと思って、ここだけ金で塗装してあります。あとはここのウインカーみたいなところですね、ここについてもこのピンクというか赤紫で塗装してあります。あとはこのライダーズシートのこの白い部分と、ここのメーターのところですね、下に書かれてもデジタル表記のところだけ下地を金で塗ってありますので、デジタル文字盤っぽくなってよかったなと思っております。で、まあ、この状態でまあ可動というか、なんて言いますか、無印のおぼろと同じなんですけれども、車輪はまあ回りません。まあ、どうしても回したいんであれば内側を削ればやってやれなくはないんですけども、まあ、私はこのままでいいかなと思います。まあ、あとは可動というほどではないですけども、ベスト X さんが乗った時のこのステップの部分ですね、ここがこんな風に折りたたむことができるよって感じでしょうか。ちなみにこのごっついエンジンというか、このブースター周りにつきましての可動はあるんですけども、まあ、これはバイクの状態での可動というよりも変形の時の可動って感じですね。あとは無印のおぼろと同じく後ろ側のこのフード部分ですね、これをこう上下に展開させて、中にこんなジェットエンジンみたいなのありますし、この上側についてもこの部分で展開させることができます。下にはあるんですけれども、まあ、今回ここの開けが非常に、まあ、横のパーツのせいもあるかもしれないんですけど、非常に小さいので、まあ、ここにつけたこのぐらいの開閉でもいいかなと思っております。ではまた元戻しておきまして、では早速この状態からおぼろ滅夜への変形の方やっていきたいと思います。まずはここのエンジンっぽいとこですね、今回のキットで追加されました、ここの部分なんですけども、ミサゴシックルごとここの部分からこの部分を取り外しておきます。で、ちなみになんですけども、ここの部分ですね、外してこんな感じで手に持たすことによってミサゴシックルという武器になります。で、このミサゴシックルなんですけども、取り外しはしましたが、武器だけの用途ではなくって、まあ、一旦この状態からも外しはするんですけども、メツヤの状態でも大根号の状態でも使用しますので、このまま置いておきます。で、今外した部分につきましては、ここのところをこんな感じで縮めておきます。これも後で使用します。次にメツヤでいうところの、まあ、脚部の部分の変形ですね。前と後ろでついているものだいぶ違いますけども、やることは同じなので、まあ、ごつい部分がついている向かって右側、こちらの方やっていきたいと思います。まずはここの部分、ちょっと邪魔なので一旦これを両方ともですね、上に展開させておきます。ここの形状は無印のおぼろと全く同じですね。で、こちらだけやっていきます。まずここの部分、ピンではまっているのを外しまして、で、これを脚部になりますので下に下ろしつつ、このサスペンションというか、この軸が見えている側が外側に来るように90度展開で、先に先端だけやってしまいますけども、この状態でここのフードを1回外した後で、この軸を内側にこの中に折りたたんで、中にピンがあるので、そこでカチッと差し込みつつ、ここのフードを密着させておきます。で、実はこの状態でこちら側が前になりますので、これつま先になるんですけども、この両側のキャノンみたいなのを展開させておいて向きを変えておきます。で、さらにここの部分ですね、クランクになってますので、外しつつ外側に少し展開させておきます。反対側も同じようにやりますと、こんな感じになります。続きまして、このシート部分ですね、通常のバイクでいうこのエンジンガソリンタンクになるところなんですけども、これを両側から真ん中に寄せてピタッとくっつけておきます。そうしましたら、こっち側が前になりますので、前の方にここの部分が行くように、この真ん中の軸の部分ですね、こんな感じで90度向きを変えておきます。そうしましたら、先ほど外しておきましたのエンジンみたいな部分、こちらですね、この両側にここくぼみがありまして、で、ここのところにピンがありますので、ここの間でちょうどこうピタッと挟むんですね。挟むんですけれども、上の軸と下の部分で感覚が違うので、このちょうどこの肩みたいなところ、これをかなりこう斜めに下に下げておいて、真ん中に寄せつつ、これを間に挟み込みます。ここの部分に差し込みつつ、反対側からも同じようにここの部分で挟んで、ギュッと押し込みますと、こんな感じで密着するんですけども、結構この両側が下がるんですよね。そうしましたら、この足の部分を内側に寄せておいて、でもこれで自立ができるようになりました。なかなかこれでもかっこいいというか重厚な感じがしますよね。
で、ここの部分ですね。この部分につきましては、乗った時に手を添えておく、まあ、巨大な包紋みたいになるので、で、ここの部分を少し伸ばすことができますので、少し伸ばしておいて、まあ、この長さはお好みでってところもあるんですけれども、この前側に来る方を前の方に、同じ方向に向きを変えて、ここの部分で可動軸をずらして、こんな感じで。で、これ長さ足りないんですけども、これ共に先端伸びますので、伸ばして、この部分もこんな感じで、パチッとはまるわけではないんですけども、まあなんとなくこんなように連携させておきます。で、この部分にありますレバー部分ですね。この部分を起こして、で、ねじっておきます。これがペスト X さんが持った時のこのグリップ部分になるわけですね。で、最後に、ここの部分ですね、先ほどご紹介しました。こちらの忍びドライバー。こちらの片方の方、この USB のジョイントが、この側面向いてる方、こちらの方の蓋を外して、ここの部分にも USB のジョイントがはまってるんですけども、これも外しておいて、この状態でここに差し込んでおきます。で、この状態でここにペスト X さんを乗せて、グリップ部分に手を添えてあげれば、まあ、二足歩行の巨大兵器ってどこでしょうか。おぼろめつやの変形完了になります。まあ、このままでは正直見栄えが悪いので、ペスト X さんに乗ってもらうんですけども、乗せ方が非常に手間なので、手順のところはすべて割愛させていただきまして、ペスト X さん白夜バージョンに乗っていただきますと、すみません、ミサゴシックル付け忘れてましたけども、ここですね、ここの部分にミサゴシックルが2つ付いてます。で、改めましてこんな感じで、がっしり乗ってますよね。で、ペスト X さん自体もそんなに軽くはないんですけれども、で、こんなでっかい包紋も付いてますけども、きっちりこの両足というか2本足で自立して支えてくれるんですよね。こんな感じになってもじゃあ倒れずにきちんと、この二足歩行の状態を保持してくれております。これはこれなかなかの迫力ですよね。この状態で飾っておいても十分な飾り映えがするんじゃないでしょうか。では最後におぼろ大混合やっていくわけなんですけれども、大混合モードにつきましては、説明書の手順でいきますと、今回のおぼろ映画が下半身になるというような感じで手順が進んでるんですよね。実際説明書の方を改めてご覧いただきましても、ここのおぼろ大混合への変形ということでこんな感じでやっていって、この状態はおぼろ大混合になるんですけども、ここの部分、ちょっと脇腹のあたりにこの方針がついてるんですけども、ここにペスト X さん乗っけましょうと書いてあるんですが、実際次のページでおぼろ大混合になってる時には、こんな感じで肩のところにこの砲塔が来てます。で、この状態でやれないのかって言いますと、やってやれなくはないんですけれども、ここに方針がありますと、ペスト X さんものすごく干渉するので、ポージングの妨げになりやすいんですよね。ですので、今からご覧いただく手順とかにつきましても、おぼろ大混合については、今回のおぼろ映画は上半身に、で、過去にご紹介しました無印のおぼろの方を下半身でやっていきたいと思います。では、一旦この状態からペスト X さん降りていただきまして、途中までの段階はもう先に変形の方を済ませておきます。何気にしれっと入れ替わっておりますけども、今回のおぼろ映画の方をこちら大鉄腕モードにしてあります。おぼろの大鉄腕モードへの変形方法、もし興味のおありの方は、よろしければ概要欄にリンク貼っておきますので、私のチャンネルのおぼろ紹介の動画をご覧いただければなと思います。で、無印おぼろを今こちら、メツヤの状態にしてあります。基本的にこの巨大なキャノン部分があるかないかの違いなので、手順については全く同じになります。では、この状態からまずはおぼろメツヤ状態のもの、こちらの方の変形をやっていきたいと思います。と言いましても、そのやることはその複雑ではないんですけども、まずここのミサゴシックルがついている部分ですね。これを一旦、取り外しておいて、でまた同じ角度でつくんですけども、この真ん中の部分ですね、これをこちらが前なんで、これ後ろ側に行くようにぐるっとこんな感じで反転させます。この部分を上側に90度起こしておきます。で、先端部分の蓋を外しておきます。で、先ほど外しておいたこのミサゴシックルがついている部分、また元あった場所にこんな感じで戻しておきます。で、ここのミサゴシックルにつきましては、ちょっとフットペダルみたいになりますので、手前にちょっと両方とも起こしつつ、この刃の部分を外側に展開させておきます。で、この状態で、ここのセンター部分ですね、反対側にもこういった USB 状のコネクタがつきましたので、大鉄腕モードのこの真ん中にいます、ここの部分ですね。ここの USB コネクタの部分を、ここの部分ですね、ここにギュッと差し込んで、これでまあ言うなれば、パワードスーツ的な本体が、出来上がったわけなんですけども、ちゃんとこの状態でも綺麗に自立するんですよね。で、最後に、ペスト X さん、白夜バージョンの方なんですけども、背中にあります。この USB の蓋外しておいて、もともと忍びドライバーについてました、このパーツ。これ延長パーツを兼ねるんですけども、ここの部分に差し込んでおいて、で、ここですね。ここの部分にペスト X さんを、この髪の毛の干渉を避けつつ、
この分ですね、ここの部分を合わせてギュッと接続、あとは足の部分とか微調整してポーズを整えてあげればおぼろ大混合の完成になります。いや、もうすごいパワードスーツ感がいいですよね。2本の足でどっしり自立をしております。バイク2台が変形して上半身と下半身を構成して、そこの手前にペスト X300 ヤバージョンが乗っていると、きっとオリジナルのデザインですけども、かなり洗練されているので、本編に出ても不思議じゃないぐらいですよね。改めましてこんな感じでぐるっとご覧いただきますけども、横から見てもこんな感じでペスト X さんきっちり乗っております。で、動画の中では要所要所割愛してはいますけれども、実はこの大混合とかに限らず、メツヤとか、なんだったら今回のキットに関して言いますと、通常のバイクの状態にペスト X さんを乗せるといった、まあ、こういった作業がですね、まあ、こういったこのごっついパーツが稼いだせいもあったと思うんですけども、干渉するところが多くて、きちんとできれば非常に美しい感じでポージングができるんですけども、それぞれの状態の変形とかペスト X さんの登場させるっていうのは本当めちゃめちゃ苦労しましたね。まあ、その苦労の甲斐だけあって、この大混合モードの迫力最高ですよね。一応肘とか膝とか可動はするんですけれども、まあ、正直これだけミチミチっとしていると、まあ、下手なポージングさせてバランス悪くするよりも、この仁王立ちの状態で飾っておくのが一番になるんじゃないでしょうか。じゃあこんな近くのところにこんな感じで置いておきまして、一撃殺虫ホイホイさんレガシーペスト X300 ヤバージョン&おぼろ映画デラックス可変セットはこんな感じでした。というわけで今回は一撃殺虫ホイホイさんレガシーペスト X300 ヤバージョン&おぼろ映画デラックス可変セットをご紹介させていただきました。今回のキット作成そのものはそんなにゴリゴリ塗装したわけではなくて、ちょこちょこ差し色を塗っただけなので、作る労力自体は大したことはなかったんですけれども、いざおぼろメツヤとかおぼろ大混合変形合体させてペスト X さん乗せようとなると、ここのバランスとか干渉を避けるっていうのが想像以上に大変でしたね。ただそういった労力を補って余りあるキットの満足感は非常に高かったですね。過去の無印のおぼろとか持ってなくっても、今回のキットさえ買えば、おぼろメツヤだけではなくって、大鉄腕モードも再現できる。そういったパーツが除外されずに同梱されているというのは非常にありがたかったです。あと余談ですが、白い服装になったペスト X さんもエロ可愛かったです。一撃殺虫ホイホイさんがお好きな方、三頭身ですが可愛くてセクシーな美少女キットに変形合体できるバイクがついてくる、おいいなと思われた方、店頭やネットでお見かけの際に、ぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして、私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。